モニターに出します。敵艦隊の編成は巡洋艦に駆逐艦、それに艦首不明の大型艦か。分析結果によると長射程のミサイル艦と思われます。速度も比較的高いようです。そうか、こう囲まれていると迂闊には動けないな。どうするタクト。もう一度作戦内容を確認するか。了解。敵の新型艦は射程距離が長い。接近するときは気をつけろよ。心配いらないわよ。全部かわして懐に飛び込んでやるわ。その意気だ。でもあまり無茶はするなよ。
わね。タクトに見られてると思うと。あれ、外した。まあ、そういうこともあるわよね。どう？あたしの戦いは見事なもんでしょう。当たったか。さあ次行くよ。オッケー、任せといて。よし、命中。だんだん調子が出てきたよ。当たったか。さあ次行くよ。命中ですか。外した。私の調子いいのに、回避したのおかげよね。攻撃に成功しました。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんわね。私、タクトのために頑張るわね。一撃必殺アンカークロー。やみー、ど真ん中。敵の攻撃も大したことないわね。簡単に避けちゃったわ。オッケー、任せといて。攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。私の戦いしっかり見ていてね、タクト。タクトが見守っていてくれれば負ける気がしないわ。見えた。行くわよ、カンフーファイター。あれ、外した。まあ、そういうこともあるわよね。オッケー、任せといて。あ、うまく当たったわ。あたし、よし、撃墜。絶好調です、タクトさん。効果的なダメージを与えられました。タクト、他のみんなは大丈夫？全体の士気も忘れないでよ。弓剣はかわされたよ。命中ですわ。次も外しませんことよ。攻撃回避されました。タクト、まだ私を見てね。どう、すごいでしょ。アベスタ、被弾トリックマスはちょっとか。攻撃に成功いたしました。今度は絶対に当てるわよ。攻撃に成功しました。見た見た、今の一撃。はーい、ミルフィーユ、行きます。少し被弾したわ。攻撃でもこれぐらい平気よ。よ
見た、はい、キャノン撃ちます。華麗な舞を。はーい、見ました。私撃墜しましたよ。了解です。今すぐ行きます。攻撃を回避できました。絶好調です。うまく当たったわ。果たしてすごい。目標撃破。あっ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 。エネルギーが低下してきたわ。けどまだ大丈夫よ。分かったわタクト。よしかわした。見た、あたしの華麗な舞を。一撃必殺アンカークロー。やっぴー、ど真ん中。敵艦隊すべて沈没しました。よし、俺たちの勝ちだ。みんなよくやってくれた。文句なしの大勝利だな。大したやつだぜ、お前は。かなり手早く片付けられたしな。エンジェル隊の運用は俺から見てもよくできていたと思うぜ。まったくだな。お、エンジェル隊が戻ってきたようだ。無敵よね。なんだってあんたは私のタクトさん、見ててくれました。私頑張りました。私今日はちょっと調子が悪かったみたいですわ。ちょいと食い足りないね。私にももっと獲物を分けてくれよ。帰還しました。あ、賛成。みんな行きましょう。しょうがないわね。付き合ってあげるわよ。なるほど、覗きの犯人はお前さんじゃなかったわけかい。よく考えたらタクトさんが覗きなんてするはずないですよね。あれ、この前の雑誌どこにやっちゃったっけ。この前はバニラさんだけいらっしゃいませんでしたから、改めてチェックするのがそうですわ。そうなんだけど、おかしいな。ここのマガジンダックにちゃんと入れておいたはずなんだけど。他の占い方法でも構いませんが。ダメよ、だってあの星占いは的中率 100% なんだもん。そうよ、だって占い通りにタクトと思いがけない場所で出会ったんだし、あんたは私の。なんでもないわよ。紅茶もらうわね。やっぱりランファのやつかなり意識してるようだね。例の意外な異性と急接近という占いですわね。何か言いましたか、タクトさん。うるさいガイアはほっといて、雑誌雑誌と。やっと見つけたわ。それじゃあ、早速バニラのこと占ってあげる。星座を教えてちょうだい。第一水瓶座です。
第一水が目覚め。あら、その記事ちょっと見せてくださいますか。何よ、今いいとこなのに。やっぱりそうですわ。ここをご覧ください。注意書きに、この占いはトランスバール政権の住人のみに当てはまりますと書いてありますわ。どれどれ、あ、本当だ。対象者が星系を移動してしまうと星の座標が変わってしまうので正しい占いができません。あらかじめご了承くださいですって。ちょっと何よそれ、どういうこと。つまりその占いはエルシオールでは無効ということです。ってことは、今までの占いは全部嘘っぱちだったってわけかい？嘘でしょ！あたし本気で信じてたのに、困るわよそんなの！ダーファ、急に大声出してどうしたの？ねえラーファ聞いてる？もしもーし。ラーファ、ラーファったら、おーい。私ちょっとめまいが。お先に失礼するわ。ああ、よろよろしちゃって相当ショックだったんだね。何、心配しなくてもすぐに良くなるさ。立ち直るのは早いからね、あの子は。人はなぜ占いを信じるものなのでしょうか。未来への不安を少しでも沈めるためというところでしょうか。その気持ちは理解できますわ。まああまり振り回されすぎるのも困るけどね。どっちにしてもこの先どうなっていくかなんて分かりゃしないんだし。あの、なんでラファー走って行っちゃったんでしょう。おやおや、全然事情が分かってないのが一人いるね。はい。ミルフィーさんは先日の占いを信じているのですか。占い？どんな結果だったっけ。もう忘れちゃった。そうですか。それより私お腹減っちゃった。ケーキでも食べようかな。あんたらしいね。そうですわね。え、どうしてみんな笑ってるの。ああ、タクトさんまでニヤニヤしてる。みんな何がそんなにおかしいの。ねえってば。